はい、どうもお世話になっております。機動戦士ガンダムモビルスーツアンサンブル EX26 ナイチンゲール、2021年の3月中旬発送販売価格6600円となっています。はい、こちらガシャポンのモビルスーツアンサンブルの EX シリーズです。通常版には収まらない、ボリュームのアイテムをプレミアムバンダイで展開しているモビルスーツアンサンブルの、特別なシリーズになります。EX シリーズも26段まで来ているということですね。まあ私の場合は買ったり買わなかったりで、通常弾のアイテムに、まあ、少しだけプラスアルファしたものとなると、まあ、なかなか価格の方に目がいってしまって手が出ないですね。ナイチンゲールと同じタイミングで発売されたハイニューガンダムのハイパーメガバズーカランチャーセットは、今回は見送りました。さてナイチンゲールについては同一デザインで小説ベルトーチカチルドレン設定と逆襲のシャア MSV 設定の2種類の設定が存在しています。初出は小説ベルトーチカチルドレンで劇場版におけるサザビに相当する機体であり、小説の作中における位置づけや末路などは劇場版と同じ。一方逆襲のシャア MSV ではデザインを流用しサザビーの強化発展機とする設定で存在している。劇場版の公式設定内に存在する機体である。はい、ということですね。まあ2種類ある設定のうち今回はベルトーチカチルドレン設定のナイチンゲールに触れたいと思いますが、まずは小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンの簡単な概要に触れておきます。1988年刊行、本来は未発表の映画用シナリオ第1稿をもとに改調され、モチーフ小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンとして角川スニーカー文庫より刊行。ストーリーの大筋は映画版の展開をなぞるものの、一部設定、登場キャラクター、物語の展開が異なり、映画版とはパラレルワールドの関係にある。最大の特徴は、機動戦士ゼータガンダムに登場したベルトーチカイルマがアムロの恋人として登場する点である。そのため、劇場版におけるアムロの恋人、チェーンアギは本作品に登場しない。モビルスーツの名前も異なり、映画版のサザビーに相当するシャア専用モビルスーツがナイチンゲール、ヤクト動画に相当するモビルスーツがサイコ動画である。また、伊豆淵豊による書き下ろしの口絵では、ニューガンダムのデザインに小説用のアレンジが施された。このニューガンダムは後にハイニューガンダムとして再設定された。はい、ということですね。それでは、ナイチンゲールの解説です。MSN-04 にナイチンゲールは、シャアを総帥として再興したネオジオンが開発したニュータイプ専用モビルスーツであり、新生ネオジオンのフラッグシップモビルスーツである。ネオジオンの最新技術であるサイコフレーム、カッコ、サイコミューの機能を持つコンピューターチップを金属粒子のレベルで鋳込んだ構造材を採用することで、モビルスーツサイズでありながら、ニュータイプ専用モビルアーマー並みのスペックを持つ。専用ファンネルはアルパージール同様の超大型ファンネルをリサイズしたもので、サイコ動画用の円筒タイプよりも威力が高く稼働時間も長い。またグリプス戦役機の多様な機体の優れたコンセプトを品欲に取り込んでおり、モビルスーツとしては破格の巨体を持ちながらファンネルポッド兼用の可動式バーニアバインダーや背面のプロペラントタンクによって高い機動性と稼働時間を確保しつつ、対モビルスーツ戦闘にも柔軟に対応することが可能となっている。実際アムロが狩るリガ Z を圧倒し、後にアムロ自身が開発したガンダムタイプ初のフルスペックニュータイプ専用モビルスーツハイニューガンダムとも互角以上の戦いを繰り広げ、アクシズ地表では壮絶な格闘戦を演じた。はい、ということですね。
では続いてナイチンゲールの各種武装と各部位についての解説を読み上げていきます。まずは大型メガビームライフル。大型のビームライフル、収束と拡散ビームを打ち分けることができ、特に拡散ビームは3段状に連射も可能で、中近距離戦闘時にも威力を発揮する。比較的にはメガバズーカランチャーなどに匹敵する超高出力ビームの射出も可能で、長距離精密砲撃に対応したバイポッドを装備している。胸部バルカン砲、中近距離戦闘用の実体弾砲。この時期のネオジオンは弾薬調達の都合などもあって、ほとんどの機体がビーム兵器を採用していたが、ナイチンゲールは新生ネオジオンを象徴する総帥が自ら座上するモビルスーツであり、防御能力向上の一環として採用されていた。ファンネル、左右のポッドに5機ずつ計10機装備する。大容量のコンデンサーシステムを内蔵し、ファンネルポッドでのエネルギーとプロペラントのリチャージも可能だが、特にニュータイプ同士の戦いの場合は双方の端末の損耗が激しいため、基本的には使い捨ての武装である。ビームトマホーク、近接戦闘用の斬撃兵装。ビームサーベルとしてはもちろん、片刃のビームアックスとしても使用可能。最大出力時には中央部と両サイドからビームを生成し、高出力の大型ビームサーベルとしても使用できる。シールドマイクロミサイル、ナイチンゲール本体の装甲材と同じ組成のガンダリウム合金製で、裏側に各種武装をマウントして携行することができるほか、専用ビームトマホークのアイドリングも可能。先端にマイクロミサイルなども装備できる。マイクロミサイルはシールド先端の内側に3機装備されており、射出時にインプットされた対象を光学的に認識して追尾することができる。プロペラントタンク、機体各部の無数のバーニアスラスターは圧倒的な機動性を与える反面、大量の推進剤を消費する。それを補い、作戦行動時間の延長と何よりも生存性向上のため、膨大な推進剤の積載が可能な容量を持つ。バーニアスラスター、ナイチンゲールのバーニアスラスターの配置からは多種多様な機体のコンセプトの重層が見受けられる。上半身にはキュベレーやリゲルグ、あるいは GP01 フルバーニアンの、下半身にはジオまたはゼータ系のバーニアスタビレーター、さらにリアアーマーやランディングスキッドからはアルパージールのシルエットさえも垣間見ることができる。はい、可動はご覧の通りで、通常弾のアイテムとほぼ同じ可動域となります。ただ股関節、膝関節はナイチンゲールオリジナルのものになっているようです。はい、モノアイは稼働します。サブアームは展開可能で各種武装を保持することができます。はい、関連性のありそうなアンサンブルのアイテムや、同じくアンサンブルの EX シリーズなどと並べるとサイズ感はご覧の通りとなっています。はい、そもそものナイチンゲールのデザインによるところも大きいと思いますが、今回は比較的ディフォルメ感が控えめに感じます。
はい、ということで以上モビルスーツアンサンブル EX26 ナイチンゲールの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。